いつもありがとうございます。テロリー村上です。今回はカリスマ100均主婦、日高千佳子ということでお話します。日高千佳子って呼び捨てしましてしまいましたけども、日高千佳子さんですね。100均大好きな3児の母っていう紹介があります。簡単なリメイクでそこにあるものを自分好みに変えるのが大好きということで、クリエイターですよね。職種にも DIY クリエイターというふうにありますけども、自分でね、何でもこう、好みに変える、機能性とかね、便利なものというのに、自分なりにアレンジしてやるっていうのは、非常にね、なんていうか、クリエイティブで非常にいいと私は思いますね。3人も子供がいて大変でしょうけども、そういったこう、自分の趣味をね、趣味というか、好みを、発信し続けるっていうのは非常に大事だと思いますね。少し共感というか、大きく共感できるんですけども、私もね、100均フリーク、ですまあ、そう、100均マニアなんですけども、よくね、ダイソーとか、キャンドゥとか、セリアとか、ワッツミーツ、ミーツですけども、近くはね。ミーツが一番よく行く、近くなんで、ミーツ、ダイソーが近くなんでよく行くんですけど、一番セリアなんかはね、すごくおしゃれでいいなと思います。それぞれね、テイストが違っていて、飽きない品揃えをしてますね。もう、数ですよね。数が価値だと思います、100均はね。少ないもので、なんていうかな、高額なものっていうのもね、いろいろブランド商品とか、バッグとかね、時計とか、ありますけども、それよりもね、お手軽にね、見て、すぐに手に取れるっていう点で、100均ってのはいいなと思いますね。もう、すごく革命だと思います。そんな中でね、自分が欲しい品とか、想像した商品を、100均のお店でね、見つけたときはね、ものすごく嬉しい気持ちになりますね。自分は思ってもなかったものも見ることもありますけども、非常にあの100均という店はね、こうバラエティに富んでいて非常にいいなと思いますね。なのでもその中でもね、その100均にもない、世にない品はね、自作しようかなと思うこともあります。自分でね、作ってみようと。100均のいろいろなものを組み合わせして、自分好みに変えていくっていうのはすごくね、楽しい、なんていうかな、想像するにしても、手に取ってね、それを作っていくのも楽しいのかなと。手頃はね、100均ショップで、そういった発見できることが多くなりましたけども、そういった欲しいものはね、多くなりましたね。もう、えでこちかこさんですけども、ブログとか、毎日ね、更新してますし、ほぼね。あと、テレビにも出演して、大活躍ですけども。日々ね、自分で実験したりとか、体験した情報発信が大きな反響とかね、共感を得られてるのかもしれませんね。最初になりましたけども、100均大好きだっていうところありますけども、何事も好きを極めると、そしてね、情報発信の、継続がね、カリスマって言われる到達する近道と思います。今回は、カリスマ100均主婦、日高千佳子ということでお話ししました。ありがとうございました。